ニューーフィニステール圏のコミューンエレカはサガンに位置し、北はアルザノとトレメベン、西はカンペルレ、南はキデル、東はポンスコルフと接している。マチオスコルフ川の支流、ルスカーブ川が横切る。海洋性気候のレデネは、冬は穏やかで夏は比較的過ごしやすい。冬には霜が降りることが数日あるが、夏には気温が 摂氏30度を超えることは稀である。年平均降水量は豊かで、12月と1月が最も降水量が多い。海に近接しているため、年間日照時間は1870時間である。ノートルダムドロレット境界巨石記念物の存在は、紀元前3000年前からのロリアンでの人の定住を証明するものである。 ローマ時代の街道の遺跡は、ガロローマ時代の定住地があったことを表している。11世紀以来、レデネは、キリスト教の教区として認められており、重要なケメネエボエ領の支配下にあった。教区は13世紀に削除され、ラ・ロッシュ・モアザン教区の一部となった。1342年7月、ジャンヌ・ド・フランドルが指揮するモンフォール派兵士たちが、 フランス軍に属するロスカ県の傭兵たちをレデネで退けた。1790年、キューバンヌテ地方に属する教区はすべてフィニステール県に含まれることになった。1791年8月、レデネの面積からサンダビド小教区が切り離され、カンペルレに併合された。人口はその後半減した。同じ年のうちに、教会は教区教会としての地位を失い、 その後カンペルレの教会に依存することになった。レデネは主として反革命派に属した。経済は長い期間農村のままであった。19世紀の間人口は徐々に増加した。第一次世界大戦は農村からの人口流出で顕著となっていた人口減少をさらに増幅させた。その後、 1960年代の産業近代化によって人口減少の傾向が逆転し、新住民が定住した。レデネはフィニステール県南部から人口を集めている。レデネという名称の由来ははっきりしない。これはブルトン語のラデン、またはケルト語のレッドから来ているとされている。1066年から1 0 1年にかけては、レデネ、1382年には、 レデンネ、1793年と1801年には、リーディーンと記されていた。公式の綴りがリーディーンであることに注意しなければならないが、地元住民そして他の多くの情報源においては、RA、DA、n へとコミューンの名を綴ることになれている。参照元、1999年まで、イフヘス、2000年以降、 INSEE レデンへの人口増減グラフ。ありがとうございます。